ミスターフルズ b y は、鈴木深夜の日本の漫画作品。2001年23号から2006年23号まで、週刊少年ジャンプに連載された。通称ミスフル。連載前のボツネームの段階では、ビリヤード漫画として話が進んでいた。ジャンルは、野球ギャグ漫画で、作品序盤中盤にかけては、 ギャグ漫画のついでに野球をしていると皮肉られるほどギャグが圧倒的なシェアを占めているが終盤にかけては野球が主体となっている。特に最終24巻に至っては巻中に収録されている10話すべてにギャグらしきギャグの要素が全くなくあくまで野球そのものが主体になっている。またライバルたちに打ち勝つために過酷な練習を経て必殺技を体得するなど スポコン要素も多分に含まれている。本作の登場人物が使う技術や技は現実にはありえない物理法則を無視したものが多い。2005年6月にはドラマ CD 化され、12月には第2弾が発売された。さらに2006年8月に第3弾発売。また、ジャンプ J ブックスでも2作品発売されている。2006年23号で、 連載5周年となるが、同号で完結となった。全227話。20巻以上単行本が発売された、週刊少年ジャンプの漫画作品としては異例だが、TV アニメ化はされていない。ジャンプに限らず、漫画やアニメのパロディネタやメタ表現が多いのが、特徴である。また、企業名や商品名が実名でよく出るが、後期は、などの伏せ字で隠している。その、 もこまによってずれたりするためあまり意味はない。なお、本作のタイトルは2001年連載開始当初絶頂期を迎えていたミスターフルスイングことプロ野球選手の中村範博をモチーフとしており、主人公である猿の天国が通う十二志高校を20年前に夏の甲子園3連覇に導いた村中範博もまた中村がモデルとなっている。 作中における愛称もミスターフルスイングとなっていて、さらに本作の執筆を思いついたきっかけも中村のりひろがホームランを打ってバットを高く放り投げるところに痺れて一目惚れしたから、とのことである。20年前、埼玉県立十二市高校の村中のりひろは高校在学中に二つの伝説を打ち立てる。一つ目は、 グラウンドのバッターボックスから約160メートル離れた校舎の時計に打球を直撃させたことで、その時計は直撃当時の3時3分で止まったままで、ある。二つ目は、全国高等学校野球選手権大会の3連覇、達成である。さらに、プロ野球、メジャーリーグにおいても結果を残した。それから20年、甲子園出場すら、ままならない。 弱小校になり果てた十二子高校に、主人公の猿の天国は入学した。野球部への逆恨みで野球を剣をしていた、猿のだが、野球部のマネージャー、鳥稲木に一目惚れし、野球部に入部することを決意する。そして、二十年前から止まったままの時計は動き出す。多様な投法、魔球、打法、守備の形式が残されている。特に後期は、現実的には愚か。 物理的にも不可能な技がメインとなっている。また、ユニフォーム関連の描写などは野球のルールや常識を逸脱したものが多々あり、これについて作者はキャラの個性を前面に出すべくあえてそうした旨をファンブック吸収白書において語っている。各館集営者ジャンプコミックスより発刊されている。露出なんと、 メガネオンの ISBN4 から08から87万3186から7変速野球野球兼 ISBN4 から08から87万3210から3機能の敵 ISBN4 から08から87万3249から92渋内大戦争 ISBN 4から08から87万3272から3封鎖野球発動 ISBN4 から08から87万3311から8目覚めるサワン ISBN4 から08から87万 3338X 決着12死の夜明け ISBN4 から08から87万3367から3地獄のロード開始 ISBN4 から08から87万3411から、ヨカノ・アラシ ISBN4 から08から87万3436、XW チーム ISBN4 から08から87万3506から、 サラ場青春の光 ISBN4 から08から87万3524から2回戦ののロシア ISBN4 から08から87万3564から1立ち上がるものち ISBN4 から08から87万3586から2野球の神様 ISBN4 から08から87万3 6百8から 7アイドル旋風 ISBN4 から08から873,647万から8から4のカットで ISBN4 ISBN から08から873,668万から レイシノビーオルクロ1の足音 ISBN4 から08から87万3772から5ナンタ。チのバンカー ISBN4 から08から87万3803から9時を超えし、血統 ISBN4 から08から87万3840から3大三の メイド ISBN4 から08から87万3861から6みんなの夢 ISBN4 から08から87万4 0 0アメリカ帰りの男 ISBN4 から08から87万4026からニュー本気と微笑みと ISBN4 から08から87万4106から 4同じ空の下で ISBN4 から08から87万4251から6単行本全巻、電子書籍化されている。ドラマ CD シリーズ、ミスターフルズウィンドラマ CD シリーズ、ミスターフルズウィン2ドラマ CD シリーズ、ミスターフルズウィン3。ありがとうございます。